形状日報社屋形状日報は大韓帝国末期から日本統治時代の朝鮮において発行されていた新聞。1906年9月に伊藤博文がハンン新報と大道新報を合併し、韓国党官府の機関紙として創刊した。当初は国間分版と日本語版を並行して発行していたが、1907年4月より国間分版を廃止した。 1910年に日韓併合条約が締結された後は朝鮮総督府の機関紙となった。総督府は経常日報が経営を引き継いだ大韓毎日新報を毎日新報に改変した後、同志を経常日報の姉妹紙として発行した。1910年から1918年に至る寺内正武 長谷川義道総督の時代、東京の国民新聞社社主、徳富祖法が監督を務めた。日本の敗戦直後の1945年に廃刊となった。党官府並びに総督府の機関紙として発行されたこともあって、親日的思考の強い論調を張っていた。社長の任命や運営に関しても総督府が主導権を握っていた。 朝鮮日報や東亜日報など民間誌と比較しても規模や影響力も多大なものだったとされている。また、日本統治時代においては、日本人を含め親日派とされていた人物たちは、主に形状日報を公読していたという分析もある。ありがとうございます。